はい、皆さんこんばんは、製麺機です。今日もね、晩酌の準備が整いましたので、早速晩酌やっていきたいと思います。で、今日はセブンイレブンさん宅飲みにしてみました。っていうかね、もうネタ切れでね、晩酌のネタ切れで何食べていいかね、思いつかなかったんで、あのセブンイレブンさんに行って、ちょっとね、美味しそうなおつまみ買ってきました。ね、今日は、手抜きで申し訳ないんですけども、セブンイレブンさん宅飲みっていうことでやっていきたいと思います。では、飲み物は、キリンさんのグリーンズフリー、これにあの焼酎入れて飲んでいきたいと思います。で、焼酎は中身は大五郎入ってますね。大五郎の大きいペットボトルをこれに小分けにして冷蔵庫で冷やして持ってきました。で、軽くかき混ぜて、今日のシュワシュワはこんな感じですね。こんな感じですね。では今日もね、皆さん一日お疲れ様でした。じゃあお先に失礼していただきたいと思います。じゃあシュワシュワで乾杯いただきます。今日はお天気良かったな。ちょっとね、用事でまたバイク乗って出かけてきたんですけども、どっかね、遊びに行きたいくらいね、いいお天気でね、今日はね、もうあといくつ寝たら雪降るかっていう感じなんでね、バイク乗れなくなっちゃうんで、遊びに行きたかったな今日。では、じゃあどれ、やっぱこれからいきましょうかね。多分新商品じゃないかと思うんですけど、見たことないんで、海鮮と香ばし野菜のうま塩炒め、こちらですね。1包装あたり145キロカロリーになってますね。ちょっと開けますね。いや、こんな感じですね。イカとエビが入ってますね。で、あと野菜になってますね。では早速いただいてみたいと思います。野菜結構入ってますね。エビちょっと乗っけて、これでまずいただいてみたいと思います。いただきます。おいしい。あっさりめな塩味の海鮮野菜炒めって感じかな。ラー油かけたいけど、ラー油かけちゃうと、ラー油の味の方が強くなっちゃうかな。ラー油かけても美味しそうですけどもね。エビもエビもイカもプリプリですね。ではちょっとね、シュワシュワ飲んで、では野菜サラダ。今日はね、野菜サラダもセブンイレブンさんのやつ買ってきました。10種具材のミックスサラダ、ドレッシング別売り。まあドレッシングはうちにあるんで、うちのやつまた使いますけども、これで32キロカロリーってなってますね。ちょっと開けます。こんな感じのサラダですね。プチトマト、ブロッコリー、コーンが入って、大根に紫玉ねぎ、あとわかめが入って、下の方にサニーレタスが入ってるのかな。あと何が入ってるんだろう。あとはキュウリが入ってるかな。まあまあこんな感じのサラダですね。よいしょ。一見さんの癖になるうま塩のドレッシング、もうこれで最後なんで、これで終わり。よいしょ。このドレッシング、大さじ1杯あたり15キロカロリーなんで、多分今かけた分で大さじ1杯もないと思うんでね。
で、おろしのタレ、エバラさんのおろしのタレ、これも少しかけます。よいしょ。これはね、大さじ1杯あたりで12キロカロリーですね。今のやかけた分でも大さじ半分ぐらいしかないと思うんで、ね、これでいただいていきたいと思います。あ、トマトね、トマトいただこう。プチトマト、うん、うん、大根結構いっぱい入ってる感じ。下の方にしっかりレタスも入ってますね。うん、わかめ、うん、ウイスキー飲もうかな。あ、みかんあるんだったらみかん持ってくればよかったな。みかんにウイスキー合わせてもよかったかもしれない。まあいいや、忘れちゃったんで。よいしょ。今日は森の風香る、これはスーパーで買ったやつですね。これはセブンイレブンさんじゃないです。これスーパーで買ってきたね。キリンさんのウイスキーですね。うん、例えばロバート・ブラウンも終売になってるんですかね。売ってるの見ないんですけど。よいしょ。今キリンさんのウイスキーでスーパーで見かけるのはこの森の風香るとタル香る、あとリクっていうのでしたっけ。3種類は売ってるの見ますけど、あと富士山6の高いやつはまだ売ってるんですかね。あの5000円ぐらいするやつ、スーパーでは見ないですけどもね。ロバート・ブラウンとか全然見ないですもんね今。うん、では森の風香るいただきます。うん、あ、軽めなあれですね、香りのウイスキーですね。うん、飲みやすいって言えば飲みやすい感じかな。ちょっとピートの香りもするのかな。うん、うん、ちょっとこのピート臭なのかな、奥の方にそんな感じの香りもありますけども。うん、ではじゃあお次はこっち行くか。いつものね、砂肝ポン酢大好物なんでね、もう 見ると買っちゃいますね。これは1包装あたり111キロカロリーになってますね。うん、じゃあこれもちょっとね開けます。じゃあ開けました。こんな感じですね、砂肝ポン酢ね。砂肝のスライスとネギとか玉ねぎとか入ってます。でここにねポン酢、これで見えやすいかな。ポン酢、付属のポン酢ね。あ、切れねえな。よっ、付属のポン酢をもうかけちゃいます。で、ここにねラー油を、ラー油を少しかけて、で、ニンニクね、チューブのニンニク、おろしニンニクを少しね入れて、これでいただいていきたいと思います。どうでしょう。ちょっとニンニクを混ぜて、こんな感じですね。砂肝はいただきます。うん、うん、おいしい。うん、ポン酢だけで食べるよりこうやってねラー油とニンニクのすりおろしをちょっと入れて食べた方が私は好みですね。おいしい。うん、うん、
では日本酒。この間ね、寒い中ね、雪まだ積もってる中、バイクで酸ヶ湯温泉まで行って、で買ってきた酸ヶ湯ので売店とかね、食堂とかそういうところで出てる酸ヶ湯の日本酒、こちらはね、鳩正宗さんっていう、見えにくいか、鳩正宗さんっていうね、十和田の酒造会社さんで作ってる日本酒ですね。十和田の地酒になります。鳩正宗さんのお酒、八甲田おろしだっけかな、あれもあるんだよな、そういえば。いただきます。これも香りがいい日本酒なんですよね。日本酒のフルーティーな香りっていうか、ちょっとぬかっぽい日本酒独特のあの香りがすごくいいですね。ではじゃあお次はこちら、旨辛、もやしナムル、とろっと煮卵と、焼き豚入り、旨辛もやしナムル、これは一包装あたり見えてないかな、141キロカロリーになってますね。なんかラーメンに乗っけたらいいかななんて思ってちょっと買ってきたんですけども、こんな感じですね。ちょっとお湯沸かしてラーメン煮て作れる場所がもうねあんまなくてね、この間岸壁のところでお湯沸かしてカップラーメン食べたんですけども、一応ねあのあともう一回調べ直したんですよ、あそこの場所火使っていい場所かどうかっていうのなんですけど、結局分かんなくて公園なのかな、広場なのか、とにかくね場所の名前が分かんなくて、で青森市のホームページでいろいろ調べたんですけども分かんなくて、で火を使っちゃダメですとか、ご飯食べたらダメですとか、は立て札とか張り紙とかそういうのはないんですけど、やっぱりね確実に OK っていう場所ではないみたいなんで、さすがにまたもう一回あそこでねやるのはちょっと難しいかなっていう、火使ってね、でもうキャンプ場も公園も11月1日から冬季閉鎖になってるところも出てきちゃってて、なんでますますねラーメンいてね、カップラーメンぐらいだったらお湯持ってってできるんですけどもね、お湯沸かしたりインスタントラーメン煮て作ったりとかっていうのももうできなくなっちゃって、なんでもうおつまみにして食べちゃおうかなと思って、これ本当はねなんか味噌ラーメンかなんかピリ辛のラーメンかなんかの作ってね、ラーツで作って具材に乗っけたら美味しいだろうなと思って買ってきたんですけども、ちょっとねいろいろ調べてもちょっともうね火使えそうな場所があんまなくて、じゃあちょっとねこのもやしからいただきます。そんな辛くないですね、この豆もやしが美味しいですよね。卵割ってみましょう。とろっと煮卵ってなってますよね。セブンイレブンさんの煮卵単体で売ってるのと同じなのかな。おお、こうですね。ね、煮卵2個入ってなんかそういうの売ってますよね。あれと同じ卵なんでしょうかね。まあ、すごいもう飴色っていうかもうとろっとろ、すごい。これちょっとラーメンね具にして食べたいですね。いただきます。
卵うまっ。じゃあちょっとシュワシュワ飲んで。よいしょ。いろいろこうね、雪降る前にどっか行きたいなとも、行きたいっていうか、まあラーツかなんかね、さ、もうキャンプは無理なんで、もうラーツぐらいしたいなと思っていろいろ場所調べてるんですけどもね、浅虫ダムは大丈夫なのかな。浅虫ダムに一回ラーメンまたお湯持ってって行こうかなと思ってたんですけど、浅虫森林公園の方はもうダメっぽいですね、閉鎖っぽいですね、あそこは。ラー油ね、ちょっとだけかけてどんな感じになるか。ちょっとね、ラー油をこの辺に少しで、ちょっとイカと一緒に。あんまりラー油かけすぎると味変わっちゃうんじゃないかと思うんで、これでいただきます。少しラー油かけた方がね、味がねピリッと引き締まって美味しい。ではあとはね、皆さんの動画かアニメを見るの、今期はほとんど見るのなくて、なんでね、まあ皆さんの動画、キャンプ動画とか晩酌動画とかね、また見ながら続きゆっくりやっていきたいと思います。では今日もね、最後までご視聴していただきましてありがとうございました。